岸田総理、初信表明演説で、ライドシェア検討表明とありますね。まあ、これまでね、菅さんとか、河野太郎さんとかね、自民党内で一部ね、ライドシェア解禁ということを言った方がいましたけれども、やっぱりこの初信表明演説で語られるというのは、これは大きいですよ。やっぱ総理が肝入りでこういうことをやろうと思うということを述べるわけですからね、そこでライドシェアの検討、まあ、検討した結果やりませんっていうね、可能性もね、もちろんあるわけですけれども、 まあここまで期待されて現にさっき言ったみたいに地方都市ねまあ人口が10万とか20万とかそういうようなねちょっと小ぶりの地方都市でもう夕方以降もう夜になるとタクシーがないとかね本当に困ってる地域たくさんあるわけですよ。なのでちょっと高齢化社会を考えた上でも完全自動運転が全国に普及するっていうのはまだまだ先ですからライドシェアねいわゆるウーバーとかそういうもんですよね。たただね検討しししててこれれかかかららルルール作り例えば安心して乗れるにはどうしたらいいかとか あとはその犯罪に巻き込まれないにはどうしたらいいかタクシーに比べると個人が自家用車でね白タク行為をするのを目をつぶるということを目をつぶるというか認めるということですからいろんんな、ね、犯罪に巻き込ままれれるるリスクだってあるかもしれません、はい、例えば若い女性が1人で乗ってですね気づいたら。 ちょっと酔っ払ってう,うとうとしてたら気づいたらなんか森の奥深くに連れて行かれるとかですね逆もあるかもしれませんよ20代の女性運転手さんでね酔っ払いのおっさんが乗ってきて絡んでくるとかですねあるかもしれませんからねまあお互い様ですけれどもまあ例えばねグラブなんかですと女性ドライバーで乗客は女性限定っていうそういうのもあるんですよ 以前ちょっと話しましたけども以前バンコクに、えー、妻と子供を連れて行った時にですね、えー、私はちょっと別のとこに仕事で用事があって妻と娘2人でグラブに乗るっていう時に女性ドライバーを選んだわけですね。そうすると女性の運転手さんでお客さん2人とも女性、えー、これだと父親旦那としてはですね安心して乗せられますけども外国でねライドシェア娘と妻がやっぱちょっと心配ですよね。 シェアではあるわけですこれ普通のタクシーで女性の運転手さんで男乗せませんとかそれは喧嘩になりますよねこれライドシェアだとできるというねえだからまあ考え方によってはより 安心して乗れる環境っていうのを作ることもできますし、あとはなんか犯罪ができないような、例えば車内監視システムとかですね、そういうものを完備してないと登録させないとかですね、そういうことだってですね、やろうと思えばできるわけですからね。まあちょっとライドシェアが、ね、解禁されれば、かなり大きな変化になると思いますので、これね、やっぱりタクシー業界は反発してますけども、別にタクシーがなくなるって話じゃなくて、タクシーはタクシーで残り続けるんですよ。なので、あの選択肢が増えるというね。だからその廃車アプリでも タクシーを呼んでもいいしライドシェア呼んでもいいし今度ライドシェアアプリでもタクシー呼べたりするわけですよまあ、政治人の問題もありますけど後で出てきますけどねそういう時に女性ドライバーってどういう女性かというね政治人はどうで外見はどうでみたいなねややこしい話になってきますねはいというわけでまあちょっとライドシェアも散々やったのでねもうこれ以上もう深入りしませんですけどもこれ私たちエクスチェンジャーズとしては登録業務とか本人確認業務とか 車のの登録業務とか全部今のシステムででできるわけですよですからゼロから作ろうと思うと大変であと決済システムも全部できますからねカードから XJPY から何かなりまでねさっき話してたらうち十数人ねエンジンにありますけども9ヶ月ぐらいでできるって言ってましたけどもね別にやると宣言してるわけじゃないですけども一応ねこういうねライドシェア検討解禁検討って聞くと。 え僕たちでできないかなっていうのはやっぱ考えますよね。でやるとしたらもうウーバーとかそんなものをはるかに超える日本人が安心して使えるものって何かなっていうふうに考えればいろんなアイデアが出てきますよね。まあ、ただ GO と S ライドありますけど GO がライドシェアに乗り出したらこれはもう誰も太刀打ちできないと思います。だって GO ってすごいんですよ。ももと日日本本交交通通がが、ね、タタクシー会社でですすけけどど母体トヨタとか トヨタが数十億円出資してますし結構何百億円もあの大企業からねこの会社すごいですでこのタクシー業界はもちろん GO も含めてライドシェア反対ですからライドシェア解禁になったら GO もライドシェアに乗り出すのか <laughs> もしくは乗り出さないのかどっちかなというとこですけどもね、まあ、ちょっと別のものになると思うのでタクシーはタクシーの価値が続くと思いますけどね。 はい。武田純康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田純康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。